るバイトはないかな。足りないものが多いわね。以前と比べてこの軍玉閣にはまだ多くのものが足りていないの。私の所蔵する数々の書籍、家具、装飾品、すべてかつての軍玉閣とともに海の中へ落ちていったわ。それらのほとんどはあの災害時に破損してしまったの。壊れていないわずかなものも海面上に散らばっていて、回収が極めて困難。水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ北斗がそれらを回収できるかどうかはわからないけど。え、北斗にそれらを回収させに行ったのか？させるというのは正しくないわね。私たちの間にあるのは常に公平な交渉よ。お金以外に他の報酬もあるわ。こういうことは複雑なのよ。とにかく北斗は今古雲閣一帯にいるわ。もし興味があるのならそこへ行ってみて。もしかしたら彼女の助けとなれるかもしれないわね。あの面倒な女め、海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと？おお、旅人じゃないか。どうしてあんたたちが？おお、そうか、ちょうどいい時に来たな。今船員を総動員してるんだが、それでも人手が足りてないんだよ。ほら、深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。なんで深淵が船にいるんだ？あ、もしかしてライブでもあるのか？そうだぜ。つっても正式なライブじゃねえんだけどな。北斗さんが宴会をやるって言うから、あたいが何曲か歌いに来たんだ。でも始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、北斗さんを連れて行っちまってさ。百分か百行って言ったっけか。あんま覚えてないんだが、とにかく行幸の気まぐれで海の上にある収蔵品を回収してやることになった。もちろん多額の労働費用を支払ってもらう代わりにな。報酬には文句のつけようがなかったから、この仕事を引き受けたのさ。回収には必ず小さな船を使う必要がある。だが船体で動かせる小舟はもう全部出しちまっててな、今は使える船が一隻も余ってないんだ。あんたが船を？ならちょうどよかった。あんたの船に乗るとしよう。人手は多ければ多いほど効率も上がる。
宴会を開いてこの祭日を祝うためにもさっさと終わらせようぜ。これがあんたの船か？なんというか小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いからことをちゃんと持てないぜ。信玄、あんたのこと私に当たってるんだが。おっと、ごめん、すぐどけるから。ん？なんで琴の下に歯がついてるんだ？もちろん御神用さ、火も吹けるんだぜ。まあ今は祭りだから。待った、あそこにいるのって強盗団？海の上で何してるんだ？まさかあいつらも回収を？旅人、もっと近づいて確かめてみよう。あれ、強盗団のやつら岸に上がったぞ。多分仲間と合流しに行ったんだろう。旅人、船の速度を上げてくれ。やつらに追いつくぞ。手を間違えたら、なんでこうもついてきやがるんだ。逃げられねえ。早くカルメン兄貴を呼んできてくれ。カルメン？なんか変な名前だな。あたしの古い知り合いだ。あいつも来ていたとはな。ご安心を。岩の重さは安心できます。はっ、雪を前。石の風格に気をつけます。やっ、綺麗にしませんと。はっ、たっ、はっ、やっ。逃げ道はありません、無我の境地。さっ、ふっ、よっ、ふっ、すっ、騒乱の憩い。はった、海のちぎりよ、それ。はっ、任せてください。見切りました。
おい、お前らやめろ。なんてことしやがる。北斗の姉子のことも知らねえのか。北斗の姉子、お久しぶりです。相変わらず鮮やかな身のこなしで。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか。そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。姉子の冗談は面白いですね。本題に入ろう。これらのものは私が回収する。持ってるものを全部置け。悪いようにはしない。はい、北斗の姉子の言う通りに。お前ら持ってるものを全部置け。では全てここに置いておきますので、私たちはこれで。すんなりと協力してくれたな。逃げるのも早かったな。うん、あいつらに構ってる暇はない。早く海に出て回収の続きをしよう。そうだ、あいつらが置いてったものを船に運ばないとな。旅人、ちょっと手伝ってくれ。何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人、信玄、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。誰もいないんだ。
カルメンがあいつらを撤退させたんだろう。物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて金になるものだけ持ってくぞ。それと人を手配して船を組み立てろ。そこまでだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、どうしてここに。トンズラ、ここで何してるんだ。いや、その運よく大当たりを引いたもんで会場から回収してるんですよ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。そうか、じゃあ全部もらおう。それはいくらなんでも筋ってもんが。ここまで頑張って集めたのに何もないっていうのはどうなんでしょう。それはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う。物を下ろしてここから去れ。そんな北斗の姉子、どうか恩情を。どうやら時間稼ぎをしてるようだな。だったらこれ以上の無駄話はなしだ。来いよ、とことんやり合おうじゃないか。きれいにしまさと。さばきのイカジチ。ストップ。ストップ。セイ。チャンスだ。くらえ。岩の重さは安心できます。戦場のお掃除の時間です。やっ、えっ、やっ、引くぞ。ソーランの憩い。逃げ道はありません。きれいにしませんとは。行くぞ。やっ、桜かばき。これが海山を滅ぼした力だ。船は完成してもう準備できてます。親分、見てください。北斗の姉子、よかった。撤退、撤退だ。親分が撤退した。俺たちも逃げるぞ。あ、逃げていくぞ。すみません、北斗の姉子、また後日野郎どもと一緒に償いをさせてください。あいつら逃げるの早かったな。まあいい、物もほとんど持って行ってないみたいだしな。
だがここにあるものはかなりの数だ。あんたの船に全部は積めないだろう。うん、そうだな。船にあるものを下ろしてここに置くことにしよう。回収の段取りでは海竜たちの船がここを通るはずだ。その時あいつらに持ち帰らせればいい。旅人、あんたは先に軍玉閣に戻って両校に伝言を届けてきてくれ。内容はそうだな、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。お、じゃあ頼んだぜ。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの宝刀団の姉貴も来てるのか。海竜たちに警戒を高めるよう言わないとな。おかえりなさい。どう、北斗の方は順調かしら。宝刀団も関わっていたとは、確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。彼らはそれ式のことで諦めるような連中じゃない。でもこの件は北斗に任せましょう。彼女はああいう人たちの扱いが上手だからね。彼女の報酬もきちんと用意しておくわ。ことの顛末を知らせに来てくれてありがとう。あなたたちにも報酬を用意したから受け取ってちょうだい。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り楽しんでいってね。
相手が良しくないな。岩の重さは安心できます。ご助力を。裁きの板槌。見切りました。これで間に合いますね。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。よし、はっ、とっ、たっ、裁きの雷。雪をまさか、暴れ、逃げるがいい。はっ、失礼。やっ、見切りました。どうだ、まさか相手を間違えたな。岩の重さは安心できます。戦場のお掃除の時間です。やっ、海のちぎりよ。さあ、はっ、はっ、失礼。しませんと。やっ、裁きの雷。それ、はっ、はっ、はっ、桜かばき。踊りなさい。それ、逃げ道はありません。ここより弱滅の時。それ、たっ、はっ、やっ、ふっ、せっ、たっ、騎士の風格に気をつけます。さあ
やや。雪を前、立った。見切りました。無我の境地。ご安心を。逃げ。やばい。任せてください。あれ狂いなさい。はっ、ガーン。やばい。の雷槌。雪を前。それ。桜吹雪。やばい。戦場のお掃除の時間です。やばい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 。ご助力を。失礼。刀は技を支え、匠は you
Thank you.
Thank you.